皆さんこんにちは、ペソでございます。イタスト2空き地モードで対戦太陽系編11回目ですね。やっていきましょう。もう、そうだね、今度はこっちですね。ここからいきましょう。はい、なんだっけ、ああスロットか。おお、びっくりした。7揃うんかと思った今。よいしょ。そっちへ行った。まあ、この辺がちょっと動きがねよくわかんないところだけどね。おうおうおう、まあゾーンを作らないとね、とりあえず。ゆうこさん、ダイヤが取れてないからね、厳しいね。ワープ言うてもね。どこがいいんだろう。仕掛けやすい場所。まあ、どこでもいいんだけど、この辺にしよう。まだ株でね、1万以上持ってる証拠ですよね。まずそれ全売り、それも全売り。
ちだね。できるところにね、はい、ダイヤがね、なかなか取れなくてかわいそうですけどね。再びルーレットですね。まあ前回偶数だったからきついしましょう今回は。あ、偶数だった。順番に言っててる。はい。ラス1ですね。まあ別に9やってもいいんですけど。お、向かった。やっと。サラディの方に行きましたね。ここででっかい数出ればね。お、耐えた。ゆうこさんゾーン抜けました。
ムサラリーですけど、ほとんど買えないね。うん、調整してきましたね。で、デパートのフット、はい。ゆうこさんはタイミング完全に待ってた感じでしたよね。まだ2万超えの店舗がないですからね。かわしましたね、グランドタワーを。わあ、カード引きたくないんだけどね。こっちの方がマジか。意外とまではいかんかったみたいね。ああ、もうなんだろう、ここザンク。ああ、
ゆうこさんでいいか。はい、堅実だけど突っ込んできたね。あー3か、しょうがない。はい、まあしょうがないね。今のうちだね、通ってもらうんだったら。ついてるね。これでダイヤ取れるじゃん。あはまさかの位置。おお、抜けるんだ。しかもあーかわいそう。まああとはそうですね、完成したらちょっとジャブをかませる店をなるべく増やしてってっていうところになるかな。
まああえてね銀行周りはちょっと増資せずに残してるので、よいしょ、ダイヤ狙ってくるかなボタンですけどね、4枚押さえておきましょう、はい、ターンね、回ってきたところでちょっと終了とさせていただきましょうか。では、今回はここでお開きにさせていただきます。ありがとうございました。それでは、さよなら。